どうもボリビアチャンネルのキーです。今日の Vlog は昨日と今日と2日間にわたってお届けします。私の地元の知り合いが5万円寄付してくださって、でその、寄付金を今回のコロナウイルスで自宅隔離で全く収入がなくて困っている方々のための食料支援に使うことにしました。それで、昨日は買い物と仕分け、そして今日は、その家族34家族分買ったんですけれども、それの、支援の様子をお伝えしたいと思います。はい、今食料品を買いに来ています。サラダ油とか米スープみたいなやつとか、小麦粉、トイレットペーパー、手前が洗濯用の石鹸、奥が体用の石鹸、歯磨き粉もあります。こちらは砂糖になります。米が加わりました。このトラックの荷台全部で3280ボリくらい、約5万円くらいになります。今仕分け作業が終わって34家族分の食料支援の袋ができました。この日はさまざまなものを人からいただきました。まず廃棄予定だった水耕栽培のレタス、パン、庭で採れたビワ、大家さんからはキヌアの粉とキヌアそのものと手作りのケーキをいただきました。外出禁止の中、外に出るとちょっと緊張します。ブンディア。バカス。エスタンリブレスの。こんな感じで。車が通れないように土が盛られています。はい、この車でお届けに行きます。 NGO の上司の旦那さんの車です。はい、マイラナの町に来ました。ここで4家族支援するそうです。このおじいさんは80歳で一人暮らしをしているそうです。こちらが彼の家です。手前に剥きかけのジャガイモが置いてありました。こちらは90歳のおばあちゃん。私が日本から来ましたと言うと、とても喜んでくれて、何度も何度もお礼を述べていました。この牛乳、昨日ごぼりで80円くらいで1リットル買ったんですけど、今から火で温めて消毒します。こうやってこした方がいいらしいんですよね。なんか牛の毛とか入ってるらしくて、こうやってこします。で温めます。プリンを作ることにしました。ちょっと久しぶりの、もう何年ぶりだろう、何十年ぶりにプリン作ります。蒸し上がりました。私はオーブンを持ってないので、鍋でこうやって蒸したんですね。クックパッドを検索しながら、こういう風にタオルハンカチ引いて、入れ物が浸かるくらいのお湯を入れて、コトコト弱火で蒸しました。そしたらこんな風に出来上がっております。どうかな、滑らかなプリンだといいのですが、カラメルも
三温糖でレンジで作りました。この日は中庭にお腹の黄色い鳥が水を飲みに来ていました。サマイバタの牛から絞った牛乳で作ったプリンを食べてみたいと思います。うん、あ、濃厚です。美味しいです。プレミア公開、前回の動画で紹介したモラ、クワの実が 1.2 キロぐらい余っていて、一人では消費しきれないのでジャムにすることにしました。だんだん水が出てきました。水分がたくさん出ました。半分ぐらいの量になったので火を止めました。美味しそうです。こちらがジャムが冷めた状態です。火を消したばかりの頃はサラサラだったのですが、少し硬くなっていました。ジャムを左の瓶に詰めました。こちらはサマイパタさんの蜂蜜が入っていたのですが、この蜂蜜を売られる際もネスカフェの瓶をそのまま再利用しています。カレーのルーをいただいたのでカレーを作ることにしました。近所に住む日本人の方からいただいたローリエの葉を使いました。カレーが出来上がりました。実は先ほどのローリエなんですけれども、こんなにたくさんいただきました。はい、すっかり夜になりました。ちなみにこれらのグレープフルーツは80歳のおじいちゃん、赤いパーカーのおじいちゃんがいたと思うんですけれども、彼の庭に生えていたグレープフルーツの木があったんですけれども、そこをお礼に持って帰っていいよっていうことで、フルーツをですね収穫して一部持って帰ってきました。とってもいい香りです。大切に食べたいと思います。今回の食料支援、久しぶりの活動だったんですけれども、改めてそういう、こう現場の方に支援が必要な方に直接その現場で支援をすることでたくさん元気をもらいましたし、今日食べるものがあるっていうありがたみをすごい感じることができました。こういう大変な時だからこそ、こういう物々交換でですね、こう支え合って協力し合って、言ってるのがすごい自分の中でも励みになります。はい、ということで、またいつもの恒例の質問カード引いていきたいと思います。今日は四角いカードの方にしますね。飛んで出たので1枚、はい。What have been the most defining moments that have helped share my life? はい、あなたの人生を形づけた最も決定的な瞬間は何ですかっていうことなんですけれども、私の場合はこのボリビア暮らしですねを決定づけたものは青年海外協力隊に参加したことですね。で、なぜ青年海外協力隊に参加したかっていう、そのきっかけっていうのがですね、その憧れはあったんですよね。22歳ぐらいの頃から青年海外協力隊になりたいって思ってたんですけれども、その38歳になってもうすごい時間差で参加することになったんですけれども、その瞬間のお話をしたいと思います。私はブラスバンドが趣味で、中学校からやっていたんですけれども、社会人の一般バンドに所属していました。で、週に2回の練習で、その日は遅れて行ったんです。遅れて車で到着して、車から楽器を出してその練習会場に行こうとしたら、ちょうど同じタイミングで遅れてきた女の子がいて、で、普段はもう全然違う楽器なので、あんまり、しかも年齢もすごい若いし、あんまり話したことなかったんですけど、その子と歩いて練習会場に行く途中に私に言ったんですよね。その子が、私国際看護師になりたいんですって。で、私その日の練習から帰ってきて、国際看護師って何かなって検索してみたんですね。そしたら、その世界的にその医療が不足している現場で
国際協力としてその看護師として、医療現場で働く看護師さんのことだったんですよね。それでその子の言葉のおかげで私も就職前の頃に憧れていた青年海外協力隊になりたかったことを思い出したんです。16年ぶりにその子が発した国際看護師になりたいっていうその一言で、その私も国際協力やりたかったっていうことを思い出したんですね。それから協力隊に応募して、参加して、そして戻って仕事を辞めて今に至る、こういう流れになります。なのでその子が練習に遅れなかったら、私が練習に遅れなかったら、そういうきっかけはなかったかもしれないんですよ。多分なかったと思います。だからもう本当そのこの瞬間はあなたの今の人生を形作っている決定的な瞬間は何ですかっていうと、私はその子の一言です。国際看護師になりたいっていう一言、これを聞いたことが決定的な瞬間です、はい。あなたの人生を形づける最も決定的な瞬間は何でしたか？もしよかったらコメントに残していただけると嬉しいです。はい、では今日の動画はこれで締めたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またねー。